崇城大学生物生命学部応用生命科学科。ここでは命と暮らしを支える技術者、研究者たちを養成しています。生命科学に関する幅広い知識や技術を学ぶ学生たちの様子を早速見に行ってみましょう。ここでは3年生が細胞工学実験を行っているそうなので早速見てみましょう。何の実験をしてるんですか？細胞工学実験の大腸菌の培養中です。みんなとグループワークするのはいつも遠隔なので楽しいです。来ていただきたい学生さんってどういう方ですか？いろんなことに関心があって、はい、個性のある学生さんが来てくれると嬉しいですね。自分で研究を志してやっていく方、そうですね、研究が好きな人はいいですね、非常に。先生方ってどうですか？みんな面白い先生なんで、逆に何でも聞ける環境なんです。低温実験室に入れるそうなのでちょっと行ってきます。大体4度ぐらいを目指してるんですよ。はいはい。今5度ということですね。そうですね。あ、寒い。ここはどういったものを、はい、タンパク質を扱っています。基本的には37度とか20度とかだと自分で自分を分解し始めちゃうんですよ。それを止めるために生きたままのタンパク質をできるだけ壊さないように扱うために4度の部屋で実験する必要がある、はい、OG で学内で起業した学生社長の古賀さんにお話を伺います。どういった学びがどういうふうに企業につながっていかれたんですか？高校時代に私物理を選択していたので生物の知識は中学校で止まってたんです、うん、でもすごく先生方優しく親身になって相談に乗ってくださったので生物を勉強しなかったことも気にならないぐらいいろいろ教えてもらって、うん、4年生の時に研究室に配属されるんですけども、はい、配属された研究室で光合成細菌の研究をしてまして、はい、高価な微生物なので、はい、安く農家さんに提供できるような技術を開発しよう。そしたら農家さんが光合成細菌をたくさん使って美味しい野菜が作れるだろうということで研究を始めました。大学での学びや経験がみんなの夢につながっていきますね。